岩井勝次郎から1935年12月21日は、日本の実業家。岩井商店の創業者であり、多角化戦略により、岩井財閥を形成した。京都府南総田郡朝日村の農家に生まれる。旧姓、影山。勝次郎の叔父である、岩井文介は、1842年、丹波国総田郡城平屋の農家に生まれ、1853年。 大阪城郭寺町の東仏尊屋、加賀谷徳兵衛に方向に出た。その後、1862年大阪県庁の堀通りで、加賀谷文助として、博来雑貨の売買中開業を始めた。一方、文助の老いにあたる影山勝次郎は、1863年、丹波国総伝軍朝日村の農家に生まれた。1875年に文助方に方向に出て、 明治22年に文助の長女栄子と結婚、影山生から祝井生となり、家業は文助、勝次郎の共同企業の性格を持つに至った。ところが、文助と勝次郎の間には事業館に相違があり、文助は旧来の商家に伝統的な下町風なところがあったのに対して、勝次郎は国土風の意識が強かったため、 明治29年に勝次郎は独立営業に踏み切り、現在の大阪市中央区南九太郎町4丁目に店舗を設けた。これが岩井商店の始まりである。その岩井商店が大正元年10月、株式会社岩井商店となり、さらに昭和18年6月、岩井産業株式会社と改められた。その後、日商と合併して、 日商祝い株式会社となった。明治後期から大正期にかけて、多くの祝い系企業を設立していった。その重要なものは、関西ペイント、東和防食、日清成功、徳山総田、大阪繊維工業などで、日本の産業革命期に多くの工業企業を設立して、自らも、大正5年に祝い財閥の持ち株会社として、 合資会社祝い本店を創設し、関西実業界の立役者になった。ありがとうございます。